ヤクルトがもうちょっとさ、うん、せっかく2年連続優勝したのに、うん、ですね、で2年優勝してもう足りないものを補ったからできたんだけど、足りないものは所詮足りないからね、うん、次行っても、うん、その足りなさが今で出ちゃってるわけですよ。これはやっぱりそれは確かにね、俺石川とかまあ立派だと思うけど、やっぱりそれ以外にそれはそれでやっぱり実証以上できる先発完投型のさ、昔俺らの時はもう松岡、安田、鹿島とかさ嫌だったもんね、打てないから、ああいうのが出てきたらそういう先発完投するあの能力しなくてもいいから、それぐらい能力があって競ってるよっていうものをもっと出してこないとね、本当に強くならないよね。あれどう、高津はリリーフだからピッチャーはそんなに先発のピッチャーいなくてもいいと思ってんのかね。多分いろんなところ監督やってるから、多分先発ピッチャーは必要だとは思ってるんですよね、うん、だろうな、そういうのあると思うんですよ、トップ、うん、まあね、立ってるんだから。自分はそのピッチャーで完投したことないかもしらんけど、まあ野球というものを見たらね、だから何だろう、今特にあのうちのトラクトでは高校生じゃなくて大学社会人になってるんですよ。あ、なるほどな。だから育てる人材が少なくなってると思うんですよね。だからそのとりあえず一過性のものをどん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 追い込んで勝つために使うみたいな、そういうやり方になってるんで、まあいい、あのゲームの途中でも三振1個取ったらイエーってやったら客が拍手してくれるから、そういう流れになってる、うんうん、それはやっぱりあの変えられるからね、そんなの。そうですよね、うん、変えないとやっぱりな、うん、昔のやっぱり先輩もいればヤクルトにはさ、脈々といるからね、うん、もうちょっとね、まあでもあのイライラすることあるでしょ、今の試合見ると。ありますね。だからあのコロナの時は、うん、ほとんど試合見なかったんですよ。おう、ああそう、球場も行けなかったんですよ、うん、だから球場に行けない、じゃあテレビでそんなにやらないんですよね、ヤクルトの試合って。まあ俺らあの月に1回ぐらい中継があったけど、最近なくなったな、外されたな、とうとう。まあだけどあのヤクルトの試合はさ、神宮もヤクルトファンも結構周りにいるしね、もったいないよね、本当にね、うん、選手がもうちょっとさ、うん、まあそれに期待に、本当の期待に応えられるような選手にならないと、うん、上っ面のさ、ガッツポーズやって拍手してるような客がいるじゃんね、うん、いや強くならないよ、うん、まあ八重樫さんもね、俺が現役の時の唯一生き残り勝利だからさまあ俺は嬉しかったよ今日、バッテリー組んだんだよ、バッテリーのヤクルトだよこの人。そんなことで一個質問ちょっと、いやあの八重樫さんがね、あのスカウトやってらっしゃる時に、はい、おっしゃってた話でね、あのキャッチャーがなかなかいい人材が育ってこないっていうので、はい、うん、アマチュアにキャッチャーを育てる人が今いないんだっていうお話を、うん、なるほど、たことがあったんですけど、はいはい、それどうなのかなと。あの監督からコーチもほとんどあのキャッチャー出身って少ないんですよね。うん、なるほど、ああそうかそうかで、まあ、見るとしたら今たぶん YouTube みたいな感じで見て、うんうん、先生が覚えるんですよ、うん、で細かい言葉があって教えてないじゃないですか、うん、そうだし確かに、だから何だろう、変なとこばっかり真似しちゃって、うん、そういうキャッチャーが多くなったんですよ、ね、ああなるほどね、それでもピッチャーもそうだけどな、変なとこばっかりやってさ、うん、まあ、肝心なこと全然、だから逆に言ったらマスコミ あの一人のアマチュアの自分で撮ってやる、うん、安倍さんって言ったかね、はい、あの人撮るだけだからピッチャーの球、はい、じゃあキャッチャーに何かアドバイスする方するの見たことないんで、書いてる人でしょ、ね、そうそうそう、なるほど、そうかそうか、そういうことやな、うん、いやまああの俺なんか幸いなことに現役の時にね、野村克也という、まあ、偉大なるキャッチャーだった、やっぱそうすると4年間ねあのびっちり一緒にバッテリー組んだし、こっちがピッチャーでただ投げるだけじゃないからね、キャッチャーってどんなもんかっていうのはさ、投げてる方も分かるよ、だからそういう点ではちょっとキャッチャーに対しての思いっていうかね、あるんだけど、まあうっかり言えないのでね、まあ
確かにそのキャッチャーを育てるあのアマチュア少ないですね。うん、それちょっといかんよね。大学もそうですもんね。大学もそうか、うん、スカウトやったら分かるじゃん、ね、全体見たら、ね、あのスカウトはその選手とかに直接話しちゃダメなんですよ、うんうん、で僕ほらそういうの守るあの破るの嫌いだから、うんうん、監督とか話するんですよ、うんうん、選手はそういうの話しないんで、うんうん、よっぽど監督に言われてちょっと見てくれるって言われたら、うんうん、ちょっとアドバイスしますけども、うん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 、やっぱりね、プロのスカウトとアマチュアはそういうのやっちゃうと、うん、それより光ることがあるから、うん、そうだよね。唯一ね、うん、あのキャッチャーとしていいなと思ったのがロッテにあの田村って、うん、おい田村だ、うん、高校生が入った、うんうん、あれが、1年までサードを守ってたんですよ。おでその2年の秋の大会で、うん、ちょっと秋田でやった時にね、うん、で、その監督にうん、あの田村こいつキャッチャーにさせたいんだけどって来たんですよ、うん、で中学の時にやつされてるんですよね、うんうん、キャッチャーを、うん、でバッティングも背小さいんだけど勝負も強いし、うんうん、でこいつあの母子家庭なんで、うん、プロに行くんだったらどうですかねって、うん、この体で内野して野手でっていうのは難しいと、うん、キャッチャーだったらある程度やったらできるからって言ったんですよ。そしたらその秋の大会、うん、ちょっとキャッチャーやられてますからって、あ、そう、そしたら見てたら、うん、自分のところのピッチャーの特徴をよく捉えて、うん、結局 秋の大会は優勝できなかったんですけど、うん、そのまま甲子園出て、うん、で準優勝したのかな。あ、そうだっけ。でその時のピッチャーがね、右ピッチャーで球は速いんですよ、うん、これコントロールないんですよ、うん、ストレートが、うん、変化球でストレートで取って、うん、遊び球で、うん、真っ直ぐして真っ直ぐして 高めに来る。なるほど、うん、そのピッチャーの特徴をうまくやった、うん、そこはそこで、うん、あ、なるほどね。あ、うん、逆に言ったらそのキャッチャー専門じゃなくて、うん、内野そういうものを見てて自然と覚えたんじゃないかな、うんうん、なるほど、なるほど、逆にね、やっぱそういうセンスだよ ね、キャッチャーの、うん、そのセンスのないやつやらしてもな、うん、どっかの球団で見るけどね、そのちょっとせっかくもうちょっとセンスがあったらなキャッチャーとしてのよ、ね、独特のさ、そういう感性っていうかね、キャッチャーは必要だよ、そういうのは。